日本大学豊山女子中学校、高等学校は、東京都板橋区中台3丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立中学校、高等学校。高等学校において、中学校から入学した内部進学生徒と高等学校から入学した外部進学生徒が第一学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校。 日本大学の付属校としては、唯一の女子校である。日本大学系列の付属校には大きく分けて、日本大学と法人を同じくする、政府属校と日大とは別法人が経営する、準付属校があるが、日大豊山女子は日大が経営する、政府属校である。日大豊山女子は、文京区にある日大豊山から、分離独立した学校で、 1982年の4月独立時までは日大豊山とは校長を同じくしていた。日大豊山女子の敷地に日大豊山のグランドや総合体育施設が隣接しており、主に体育祭、野球部やサッカー部などの活動が行われている。また、高校1年生児では陸上や野球、サッカーなど週1回の体育授業が 日大豊山の専属バスを利用してそのグランドに行き行われる。それらの施設は通称中大グラウンドと呼ばれている。綺麗な中庭があり、春は花がたくさん咲く。日大への進学率は約90%に達している。ほとんどが高校2年4月、高校3年4月、9月に行われる基礎学力、到達度テストによって進学する。近年は 国公立大や多有名私立大への多数の進学実績を着実に上げている。また理数20点を置いている学校であるため、日大薬学部、私学部などにも進学者がいる。文化祭に関しては2004年から五や祭を行っている。平成22年度モデルチェンジ、政治関係報道関係文化、芸術、芸能関係放送関係。 日本大学と山女子高校の学校情報のワンポイント情報の冒頭には内部進学生とは一年次から今後を暮らすと掲載されている。ありがとうございます。